これは人間が生きていく上で本当に本能的というかもう絶対に必要なこの感覚なんですよね。痛みがないとじゃあどういうことが起きるかというと、痛みがないと痛みが起こさないから壊れるまで使ってしまうんです、その部位を。筋肉痛がなぜ起きるかというと、筋肉痛を起こさせることによって筋肉の回復を促している状態を守るために筋肉痛って起こすんですよね。筋肉痛があるからもう動かさない、だからその分無理もしないわけなんですよ。なのでヘルニアになった時も痛みがあるということは体がまず動くなというサインを出しているので動かないでください。神経ブロック注射を打って外科的な治療をして痛みを取る、その結果またさらに無理をしてもう堂々巡りですよね。結局治りません。体は痛みを出しているのにそれを注射で痛みを緩和させるとまた次の日から職場に復帰できます。また無理な姿勢になります。まあ職場に限らず無理なことをしますよね。そうするとですね、ヘルニアっていうのはですね、そこをまた無理な姿勢が加わるので、この広がってるこの椎間板がまたさらに大きくなってしまいます。そしてまたさらにこう神経を圧迫してしまいますよね。それでもう本当に手遅れになって手術しなければいけない、もう治らないよって、これ以上もう安静にして治療して安静にしててももうヘルニアが引っ込まないよっていうレベルになってくるともう手術しかなくなってしまうので、そこでお医者さんは入院しましょう、では手術をしましょうというふうなのが勧められるわけです。僕はですね、通ってた病院があって、まあそこはヘルニアの患者様が結構ねよく訪れる、まあ、有名な病院だったんですけども、まあそこのまあ、偉い院長先生にですね、まあ、聞いてみたんですよ。僕その方が担当だったので、まあ70歳ぐらいの結構ベテランの先生だったんですけど、先生と、僕のこの腰はいつになったら治るんですかと。その時はまあ神経ブロック注射を打ち始めて3、4回目ぐらいだったですかね、聞いたんですね。そうしたらね、ね、続けていきましょうか治療をと、そういう答えしか返ってきませんでしたね。お医者さんは安静にすればヘルニアは治るってことを知ってるんですね。でも言いません、それは。それはなぜかというと、専門医がヘルニアを育てるからです。まあ、この意見に反論のある先生がいたら、まあ、僕のとこに直接ですね、何でもその講義なり何でも言ってくれればいいんですけども、これはもう確実に本当の事実ですので、腰痛がある、ヘルニアがあるということは、初期の段階で早めに気づいてください。あと僕がこれだけはあなたに知っておいてほしいことがありますね。1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月仕事を辞めた、仕事を失ったからといって一体何だっていう話なんですよね。あなたのこれから先っていうのは未来っていうのは何十年も続くわけですよ。体も使わなければいけないし、自分の体、人間にとって体が一番大事です。自分の健康が一番大事です。その健康な体をキープするためにね、治すために人生の中のたった1ヶ月間、2ヶ月間を我慢して直してほしいですね。それであなたの未来がもう全く変わってしまいます。手術をされた方にはね、あまりこういうことを言うとちょっと酷なんですけども、手術をしてもまた2回3回ってなるんですよね。これがヘルニアっていうのは根本な治療にはならないんです。だから初期の段階で治す必要があるんですね。それは手術をすれば1週間ぐらいで、まあ、現場復帰をできてですね、まあ、また元の生活に戻れます。最初は痛みもないです。でもですね、また同じような状況になる人は多いですよね。だからまず意識を変えてほしいですね。今の仕事を失ったとしても、まあ、休んだとしても、仕事なんてですね、どんなふうにでもまたやり直すこともできますし、たったそんだけのことでですね、自分の大事な体を傷つけてはダメですね。まずその医者の言いなりにならないこと、あとはこの自分の意識を変えること、それが大事ですね。なので、ヘルニアになってお困りの方はですね、まず一回会社に、お勤めの方は会社にですね、長期休暇を申請してください。それでもうダメだと言うんだらもうやめてください。そんな会社は、それでもう1ヶ月2ヶ月間ニートしてください。そうすれば治ると思います。治るはずです。